当時の半ズボンを着用した少年。股、ま、下は非常に短い。膝まであるハイソックスを合わせ、シャツの裾は中に託し込むのが普通だった。ベルトは締めない半ズボンは膝より丈の短いズボンの総称である。類義語としてショートパンツ、ハーフパンツ、短パンなどがある。服飾業界でも丈の長さや形態についての明確な定義はない。 中世以来の欧州で着用されていた男性用の短いズボン EN ブリッチャスを参照イギリス領バミューダ諸島での利用が知られる膝丈のズボンバミューダショーツを参照1960年代から使用され始めた女性用の非常に丈の短いズボンホットパンツを参照子供用の1から2分丈のズボン日本では1950年頃から1990年 ごろまで断じようとして一般的だった。ここでは四について詳述する。中世以前のヨーロッパには服装による身分の区別はあったが、大人と子供の服装の特別な違いはなかった。大人と子供の区別自体が明確ではなかった。大人と子供の服装による区別が始まったのは身分制度の解体が始まった17世紀だった。 当時の大人たちは子供に大人とは異なる可愛らしい元気なものという価値観を当てはめた。1925年にハンガリーで発表された児童文学本当の空色の修章では主人公の少年が半ズボンを卒業し夢を置き少年時代と別れを告げる場面がある。フィリップ・アリエスは子供の誕生、アンシャンレジーム期の子供と家族生活の中で 私たちはといえば今や遅くまで子供扱いされる恥ずかしさの象徴としての半ズボンを実に長い間履いていた。とある。長いカフの洋服論にはズボンは中学校に入り15、六6歳に至るまで必ず半ズボンになりき。長ズボンは小児のうがつべきものならずとて、世はいつも半ズボンなりしかばとある。イギリスの上流階級や 貴族の習慣として8歳ぐらいまでの男子には長ズボンを履かせず半ズボンを履かせる風習がある。既製品としての半ズボンの普及が始まったのは1950年頃である。当時は地位が高かった百貨店が子供服として半ズボンの販売を開始し都市部を中心に普段着として広まった。バブル期に日本の子供ファッションは 海外トレンドの影響を受けた。これらは竹長で出揃っており、日本のトレンドも追随することになった。1993年にファッショントレンドの変化に追随した医療業界がハーフパンツを投入し、代わりに半ズボンの売り場面積を縮小する動きがあった。サッカーやバスケットボールの影響から、ハーフパンツの人気が上がったため、また下着をブリーフから、 ボクサーブリーフやトランクスに帰る男子が増加し、短い丈の半ズボンだと下着がはみ出すという理由から、短い半ズボンが避けられるようになった。これに伴い、小学校の制服の半ズボンも、裾が太ももの半ばもしくは膝丈の半ズボンが主流になった。学校も体育服にハーフパンツを採用しつつあった。これは、ジョージの標準的体操着であったブルマーが嫌われた。 ことに関連し、男女の体操に共通化の結果であると言える。1970年代には、すでにバーミューダショーツタイプのズボンが現れていたが、爆発的な普及を見ることはなかった。釣り紐付きの半ズボン。普通は釣り半ズボンは、未就学児を対象とした幼児服であるが、かつては、式典等の清掃として、小学校高学年の児童が着用することもあった。 また一部の私立小学校や合唱団では制服として採用していた。今日では幼稚園の制服としてよく見られる。一般的な半ズボンは、裾の長さは、また下数センチメートル程度で、体の線にぴたりと合うデザインになっており、色調は青色や黒色や茶色などの地味な色が多いが、低学年用としては、黄色や赤色など派手なものもある。男児用の半ズボンは、 女児用と違い無地で装飾はほとんどなく、せいぜいブランドのロゴが縫い付けられている程度だが、式服や制服では格子柄などのものもある。成長に対応するため背中部分にゴムが入っていたり、名前を記入するラベルが縫い付けられていることが子供服としての特徴である。その他に、小学生中学年までを対象にした釣りベルト付きの釣り半ズボンや胸当てと釣り紐のついた ショートオーバーオール、またはサロペットハンズボンも存在した。国立及び私立の小学校では伝統的に折り襟、またはイートンジャケットの学童服にハンズボンという組み合わせの制服が多数見られる。また、東京都内、近畿地方、北陸、中国、四国、南九州地方等では一部の公立小学校の指定標準服として採用されている例もある。 珍しい例としては、草加小学校では校内服として登校後に着用するデニム半ズボンがあった。整備学園小学校では男子には6年生まで釣り、半ズボンの制服を着用させていた。タイツや長靴下を制服として強制している学校もあった。今日では、私立小学校でも当時のような丈の短い半ズボンはほとんど見られず、 三分丈や膝丈のものが主流である。1980年代以前は私立中学の中には半ズボンを制服として採用していた例がある。制度は学校によって差があり、一年生にのみ半ズボンを履かせていたり、夏服は全学年ともに半ズボンであったり、また三年生まで通年で半ズボンの着用が強制される場合など様々であった。 自由学園中等科では1985年頃まで男子の制服は3年生まで半ズボンだった。慶応義塾中等部では1960年まで1年生及び2年生の制服は半ズボンだった。現在では、宇治市立東、宇治中学校や中村学園山陽中学校、ドルトン東京学園中等部や文化学園大学杉並中学校、 加藤市立登場学園小中学校等の一部の中学校では半ズボンも夏服のオプションとして存在する。少年団や合唱団では小学生の団員には半ズボンの制服を設定しているのが一般的であった。ボーイースカウトでは半ズボンの制服を着るのは年少の団員に限られる。一部の児童合唱団では 男子にもセーラー服と半ズボンの制服を採用していたり、また、元々小学校高学年以上の男子の割合は少ないこともあって、声変わりして対談するまでは年齢に関係なく、中学生でも小学生と同じく半ズボンの制服を着用させていた。1969年に、ケンちゃんシリーズの放映、ドラえもん連載が始まる。これらの少年向けドラマ漫画の主人公は、 半ズボン姿だった。1988年に放送されたジャーマン探偵団的投げ組でも子役の男の子たちの多くが半ズボンを履いて登場する。主人公の一人である磯崎洋介は当時中学生だったが半ズボンを着用している。1987年に放送されたママはアイドル。でも中学生だった大原和彦が小学生役で、 半ズボンを着用して出演している。平成時代では2006年度下半期の NHK 連続テレビ小説の芋タコ南京には昭和の時代を舞台にした場面があり、子役の服装も当時の風俗に合わせて半ズボンである。昭和時代を改装する場面では男の子には半ズボンを履かせている。年代によって歳は大きいが、昭和時代は家族旅行や百貨店、 レストランに行くときは着飾ったおしゃれな服装をすることが多く、子供の服装も普段にとは異なるよそ行きの外出着を使用した。男児の場合はブレザーやベストに半ズボンという服装でタイツやハイソックスを合わせて革靴を履いた。式典や発表会などでも黒色の半ズボンに白のタイツが男児の清掃の一つであった。ハンズボンは基本的には 春から夏にかけての衣装だが、半ズボン前世紀は、冬も、半ズボン姿で足を露出していた。男子児童も温暖な西日本を中心に多く見られた。制服、または、標準服の小学校のほとんどは、冬も、半ズボンを履かせていた。そのため、上は、ジャンパーセーターにマフラーなど厚着なのに、下は、半ズボンにハイソックスやストッキングという格好の、 男子児童が冬場に多く見られた。制服のない公立学校の場合でも、半ズボンで、心身鍛錬という目的で冬でも、長ズボンの着用を禁止した小学校もある。一律に半ズボンを履かせていた理由には管理教育的な思想が要因の一つとして挙げられる。真冬に子供を薄着で過ごさせることを、肯定的に捉える考え方が存在するが、 外国人の目から見ればこれはキーなことであり、海外では虐待として解釈される恐れがある。一般的には、半ズボンは園児から小学生向けの男児服とされることが多く、小学校を卒業すると同時に、半ズボンを履かなくなる男子も多かった。しかし時代や地域によっては、半ズボンは都市部のおしゃれなファッションという受け取り方をされる場合もあった。また、 小柄な男子の中には子供扱いされて中学生になっても半ズボンを着用しているものもおり、また夏場の暑さをしのぐため半ズボンに戻す場合もあった。医療品店の子供服売り場では小学生用と中学生用の半ズボンとが区別されずに陳列されており、14歳から16歳程度を対象とした160センチメートルサイズの半ズボンも市販されていた。また、 百貨店などでは、中学生用として、デザイン重視の半ズボンが売られており、ブランドもの,の高価なジーンズを扱う専門店でも、少年用サイズのデニム半ズボンが販売されていた。身だしなみを守る習慣をつけさせるため、生徒に釣り半ズボンを履かせて、上着の裾のはみ出しなどの服装の乱れを防止したり、半ズボンが子供らしさの象徴であることから、制服を半ズボンにすることにより、 生徒に自分はまだ子供だという認識を持たせ、飛行防止につなげるという考え方がある。荒れた学校の環境を改善する目的として、半ズボンの校内服を導入し、生徒の登校後は、長ズボンを没収し、半ズボンに着替えさせて授業を受けさせていた事例がある。少年用の裾の短いレーダー包全、釣り紐と舞開きが特徴的である。ドイツには、 レーダー法然と呼ばれる民族服がある。これは革製の膝丈ぐらいの半ズボンである。子供用のものは特に裾が短くなっている。昔のドイツでは男の子は16歳ぐらいまでこのようなレーダー法然を着用していた。釣り紐や前面部の覆いが特徴的であるが、子供用のレーダー法然には刺繍による装飾はないのが普通である。 今日でもドイツやフランスのボーイスカウトでは正式な制服ではないものの様々な形態のレーダー法然が使用されている。レーダー法然は1930年代から1970年代にかけてオーストリアの男児服としても着用された。現在ではビアガーデンやゼリフェストなどイベントや特別な日に使用される。大自輪。 現代児童文学が語るもの NHK ブックス、宮川武雄著知ってたジョージ王子が、ハンズボンしか履かない理由 www.cosmo.itan-jp.com 朝日新聞2005年7月30日、読売テレビニュースクランブル2007年5月4日、中村学園産業中学校、高等学校の制服。 ドルトン東京学園の標準服、文化学園大学杉並中学校、高等学校の制服制服について、加藤市立東場学園小中学校、ただし、中学1年生のみである。主要都市に、新聞を配る、少年像建設ニュース公益社団法人日本、新聞販売協会、www.nipankyo.or.jp、 2020年8月24日閲覧。ありがとうございます。